体操女子でパリ五輪代表のエースで首相の宮田翔子19イコール順大イコールが代表行動規範違反となる喫煙の疑惑があるため同代表から離脱した問題で日本協会によると19日午後に開催予定の会見には藤田直市会長西村健事選の理事らが出席予定で本人は出席しない宮田本人はすでに帰国しており聞き取りは終えているという宮田は今期。 全日本選手権 NHK 杯を制した女子のエース的存在で1964年東京五輪以来となる団体メダルを狙う女子代表に激震が走っている体操女子は現在事前合宿地のモナコで調整中17日に練習が報道陣に公開されたが主将を務める宮田の姿はなく田中光強化本部長は事情により今日は参加していないと話していた 日本協会が定める日本代表選手の行動規範には日本代表チームとしての活動場所においては20歳以上であっても原則的に喫煙は禁止する2016年度から数年かけて段階的に全面禁止するとあり宮田はこれに触れた疑いがあるとみられる宮田は21年東京五輪後に対頭し初出場だった2022年の世界選手権で平均大銅メダル 個人総合8位と活躍全員が初出場の代表の中心選手として期待がされていた宮田はパリ五輪に向けてエース兼キャプテンとして重大な責任がある明るく日本を引っ張っていけたらと話していた